本日付をもって日本オープン構成やコンソーシアムという名前に変更いたしまして、まあ、今ご紹介いただきました、事務局を引き受けしております、慶応義塾大学の福原でございます。今真越先生の方から詳細にですね、まあ、いかに日本のオープン構成やが、こうステップバイステップでいろんなプロセスを経て、各旧大学がですね、今日今日旧大学の、オープン構成やサイトが立ち上がっておりますけれども、そういう状況に至ったかということで、経緯を、お話しいただいたわけですけど、まあ、現状についてですね、少し先の期待というか展望も含めて私の方からお話をさせていただきたいというふうに思います。今申し上げたようなところで、グラフにするほどの数字はまだないわけですけど、大学の、日本 OCW、コンソーシアムという、組織の、大学の数、2005年5月、去年の5月に6大学で始めて、現時点では9大学、まあ、あと、メディア教育センターに協賛団体としてお入りいただいておりますので、まあ、合わせて10機関ということでの、活動、まあ、意見交換、情報収集を定期的に行っているわけですけど、まあ、これからぜひですね、先ほどもご案内させていただきましたが、関係するおよび、賛同いただく、大学機関にぜひ、仲間に入っていただいて、2006年バズバズと書いてございますが、まあ、準備の時間がもちろん、OCW のサイトの立ち上げにはコンテンツをデジタル化してアップするというところで、何かしらの期間も必要ではありますけど、少なくとも今年中にこの数字の一番右端のなんとなく20って数字が書いてある、これあんまり意味ございません。数字に意味があるわけではなくて、少しこの、拡大のですね、方向を少しこう、直線的よりやや指数的にその辺に少し気持ちを込めた、あたりを、お察しいただければと思いますが、仲間を増やしていきたいと、一緒にこの活動を盛り上げていくですね、仲間を増やしていき、来年、まあ、どこでこの会議をするかというのも後でいろんな議論もあるかと思いますけど、JOCW としてのご報告の中には、このグラフ、グレーの白抜きになってますところが赤く塗られて、期待としては数字より上の数字になれば非常に望ましいというふうに、思っております。で、現実にそれぞれの大学が立ち上げましたというだけで、なく継続的にこの活動を各大学がいろんな立場から、拡大をして、まあ、数の上ということだけではない、内容的なものも含めてでございますけど、少しお昼の時間に大変多くの方、デモブースに足を運んでいただいて、じっくり、ディスカッション、意見交換 されている様子を私も拝見しましたが、その内容的なところについては皆さんすでに何人かの方、多くの方お気になっていると思いますけれども、まずグラフにしてみて一番分かりやすい数ということで、すべての大学の公開講義数というのを、足し合わせますと、最初のちょっと2006ちょっと嘘ですね、昨年の5月の時期でございます。ちょっと数字が、変な形に間違えて書いておりますが、だいたいトータル150、前後という数字であったところが、赤が、まあ、日本語としての、講義の公開、ブルーが英語としての、講義公開という数になりますけれど、合わせて150ぐらいであったものが現時点では、新しく3大学加わっていただいたと同時に各大学の、公開数も増えておりまして、英語も日本語も増え、合わせて350を超えるコースが現在、各大学のサイトから、公開をされているという状況になっております。で、もう一つ
数値としてお示ししますのは、すべての大学の OCW サイトにアクセスをしてきていただいているいわゆるユニークユーザー、定期的にアクセスをしていただいている方々の、月間の数値、これを見てみますと、去年の5月にドット立ち上がってますのは、これは先ほど真越先生からご紹介もいただいた、させていただいた記者会見をしてメディアに非常に大きく露出をされたこともあり、最初の立ち上げの時は、テレビのニュースでも取り上げられたりということもありまして非常に高い数字が出ましたが、一旦落ち着いて定常的な数値に2、3ヶ月経ってなってですね、そこからの変化が多分それぞれの大学の、日々の活動として、あるいは日本の中でオープンコースウェアというものの位置づけ認知、日本だけじゃないですけども海外も含めた、いわゆるユーザーからの認知がどうなってきているかということになっているんだと思いますが、堅実に確実に、右肩上がりの傾向を示しております。で、私のところの慶應義塾大学も同じですが、なかなかこの活動自身を、いわゆる商用のポータルサイト、あるいは、検索サイトのように、積極的にいろんなところにバナーを貼ったりアフィリエイトしたりして、誘導するというような活動をしているわけではありませんし、どちらかというと大学が普通に行っております、国際会議であるとか、さまざまな教育学術関係の、雑誌や文献に、出す、あるいはこういう場を使った、状況のご報告をするというような形での、アナウンス、そのレベルのことしかできてはいないわけですけれども、確実に浸透しつつあるというのが、この傾向として、読めるかというふうに思います。で、今の話に関してはもちろん各サイトがじゃあどうやったら、もっとですね認知を、広げることができるか、私どもの共通の理解としても、今日現在9の大学が立ち上がった段階、第一段階を終了してこれから第二段階というところになるわけですが、もっともっと積極的に、この活動を一般の方々にも、というか一般の方々によりですね、知らしめる努力というのをもっともっとしていかなければいけないというふうに思いますし、その努力を実はしていない状況が、このしていないにもかかわらずと言った方がいいのかもしれませんが、必ずしもですね積極的に大きな、そういう行動活動ができていないという反省もございますが、それでも立ち上がってきている流れの中で、今回日本オープンコースウェアコンソーシアムという形で組織を第二フェーズとしてこのオープンな形でですね立ち上げていくという、その活動の中では日本国内および海外に対して積極的に公開していくべきだろう、積極的に PR していくべきだろうというふうにも思っております。このあたりが数値でございますが、個々の大学の現状ということも少しご紹介を代表してさせていただきたいというふうに思います。もちろん、詳細はデモコーナーですでにご覧になっていることが重複してくるかとも思いますが、アルファベット順ということでちょっと私どもの方になりますけど、私どもの特徴でございますが、人文社会科学系、慶應義塾大学ご案内の通り総合大学で医学部から理工学部、環境情報とか総合政策とか新しい学部も含めて、看護学部も含めてですね多岐にわたっておりますが、ある意味でオリジンになります文系の学部、三田にございますところが、どちらかというとそのデジタル的なアクティビティに対しては、必ずしも今まで十分行われていないということもあり、また MIT との連携ということから見ても我々の、少し、特徴的なところをお出していくのがいいだろうということで、2番目に書いてあるところ、日本とアジアに関連する
コースを積極的に公開ということも合わせてですね、人文社会科学のかつ日本とかアジアに関わるコースをまず最初に提供して皆さんに見ていただくというようなアプローチから入りました。それと同時に国際化ということをかなり強く学内にも意識をしてもらおうということもあってですね、人文社会科学系というのはもちろん一部は大学の中でも英語で公開されている講義もありますが、大体は日本語であると。でそれを英語にも翻訳して同時に英語と日本語で立ち上げるということをいたしました。それから、新しいものとして合わせて、私どもの創設者でございます福沢諭吉の、に関連する教材ですね、近代日本と福沢諭吉というコースも、提供して、今日からですね提供している状況にございます。それから、次京都大学でございますが、現在の計画としては2006年中にさらにですね追加のコースとして60コースを公開するという予定で進めております。またシステム的な部分については教員が自らその講義を直接ですね公開できるような、教員が自分で公開をできるようなシステムというのが必要だということで検討を進めているということでございます。それと、京都大学としてかなり力を入れている部分がコピーライトのですね扱い、特に、引用される教材に引用される文献、コンテンツに関わる、コピーライトの処理ということに対してきちっと、その、フローをですね確立していく必要があると、問題を解決していく必要があるということで取り組んでいるというのが、京都大学の特徴でございます。それから去年の12月ですね、OCW サイトを立ち上げました名古屋大学ですが、一番今日現在立ち上がっている、残りの2つを除いてですね、つい最近、12月からということで、まず積極的に利用者、ビジット数、訪問者を増やすという行動として大学の公式サイトのトップページからリンクをつけるとかですね、各学部大学院のサイトからのリンクをして積極的に OCW サイトへの誘導を図るというようなアクティビティを行っているということ、そして大学の中で活用されている CMS ウェブシティですとか、具体的にはですねそういう LMCMS と連携をするということが計画をされているということでございます。で続きまして大阪大学でございますけど、大阪大学では、OUOCW というふうに呼んでおりますが、大学内の学務情報システムと、それからオンラインシラバス、それからコースマネジメントシステム、こういうものとの統合というのを、今年度末までに実施をするという計画で進めております。それから、このプロジェクトを、特にコストをですね、いかに今効率的に進めていくかという観点で、OCW プロジェクトというのを単独のプロジェクトということではなく、大阪大学の中の全学イラーニング基盤開発プロジェクトというのに位置づけて推進をしているという状況でございます。それから、これも先ほど事務局としてのお話と絡むところでもありますが、大阪大学としては、ファカルティメンバーに対する、積極的な啓蒙といいますか周知、PR アナウンスというのも重要だというふうに捉えて活動しているということでございます。東京工業大学、これは今真越先生が先ほどご案内されましたが、国内の大学としては一番、コース数を多く立ち上げておられます。128ですかね、サイトにありますがが立ち上がっておりますと。それから特徴的なところは、ユーザーからのアクセスの頻度に応じて、そのアクセス頻度の高いものが積極的に、上の方に行くといいますかね、トップの中でも、ベスト5を、提示をするというようなところで、提供されていると。あとは、調べしかないものは少し重みづけを落として、どちらかというと積極的に
活動し、かつそれがユーザーから支持されている教員をエンカレッジするような仕掛けを導入をしているということでございます。それから、ファカルティメンバーが自身でですね、コースマテリアルを、立ち上げるというようなサポートシステム、これも、この4月に導入された IC カードの認証システムと連携させて、導入をしていくというようなことで、この4月から具体的に進めておられるということでございます。東京大学ですが、基本的なポリシーとして、必要利量というのを、基本ポリシーとして進められていると。ただその中で特に質ということに関しては特徴的なところが2点ほどご案内をしておきます。これもデモコーナーで多分具体的にお話をされていると思いますが、グローバルフォーカス、オンナレッジというシリーズでですね、物質論、これはノーベル賞受賞者の小柴先生と現学長との連携提携のですね、オムニバス形式といいますか、そういう形での講義を公開をしていると。それから上野千鶴子先生のジェンダー論というのも非常に有名な講義の一つとして提供されているということでございます。26コースが現在提供されているということで、毎年ですね、質より量の量の部分については少なくとも10コースをきちっと立ち上げていくという計画を持って進めているということです。またテクノロジーの部分について、これも展示でご覧になっているかもしれません。パノラミックビューというですね、構造を表示するようなミーマサーチというエンジンをインストールしていると。それから最近のトピックスとしてはポッドキャストをですね、 iPod のポッドキャストを使って積極的に講義の情報を iPod ベースで流していくというようなところも実施をされていて、非常に多くのアクセスを集めているということでございます。早稲田大学でございますけど、マルチポイントのディスタンスラーニングコースというようなところで関連されている海外のプロフェッサーとの連携ですとか、それからこちらもですね、ファカルティメンバーが講義を自身で立ち上げられるようなシステムをこの4月中に立ち上げるという計画で進めているということでございます。もう一つ、早稲田さんとして、早稲田大学として特徴的なことは、すべての教員に対してその教員の持っている講義コースを内部で公開をするのか、それとも限定的な公開をするのか、あるいは OCW のサイトとしての公開をするのかということを選択をさせると。ですから全教員が一旦 OCW のコース公開ということに対して積極的な形で、主体的な形で選択をする機会をむしろ積極的に作ってしまうというようなことをこの4月からスタートさせているということで、 OCW の認知及びコースの拡大につながる2つのアクティビティですね、実施をされているという話でございます。で、以上、私のいただいた時間がほぼ参っているかと思いますが、今ご紹介した内容以外にですね、北海道大学、九州大学も今日現在でコースがすでに立ち上がっておりますので、これは、ネットワークアクセスが切れちゃったかな。大丈夫ですね。あ、切れちゃいましたか。失礼しました。これからやってると時間かかりますので、ちょっとやめます。後で個別にコンタクトいただければと思いますが、すでに立ち上がっておりますので、日本 CW コンソーシアムのホームページ、www.jocw.jp からリンクがございますので、九州大学、北海道大学のサイトについても、全く一番新しいですね、サイトですので、ぜひご覧いただければというふうに思います。で、最初にお話をしました通り、具体的にオープンコースウェアのコンソーシアムとしては、ぜひこの活動に協力、協賛、積極的に関与していただく
大学機関を広く募っていきたいというふうに考えておりますので、ぜひ事務局の方にコンタクトいただければというふうに思っております。私の方から現状についての紹介は以上ということで、続きましてカレントイシューフューチャービジョンということに関する2つのパネルセッションで皆様フロアの皆様からの積極的なご意見も期待しております。どうもご清聴ありがとうございました。